てお互いを見失わずに進め。あら、こちらもいろいろなことが起きた。しかしこれは私たちの安全のためだけではない。怪我をしているあなたを放っておくわけにはいかないだろう。たかが怪我だ、大したことはない。それに足を引っ張るのはごめんだ。足を引っ張るなどと思っていない。みんなあなたを必要としているんだ。私たちのためだと思ってここに残ってくれないか。わかった。怪我をしているのですからひとまず休んでください。他のことはまた後にしましょう。ああ。そう、やはり簡単なことではなかったのね。あら、旅人。うん、ちょうどいい。話したいことがあったんだ。私もこの空間そのものに狙われているような、そんな感じがしていたの。でもそれを逆手に取るなんてさすが縁起ね。時間と空間が錯綜しているという事実は先ほどの試みで確認が取れた。となればこの空間が生み出す罠に警戒する必要がある。コーマ体制も見つかったことだし、あとは出口を探すのみか。さっきもう一度秘境を探索してみたの。新しい道を見つけることはできなかったけど、多少収穫はあったわ。私の一族は代々砲術の修練を積んでいてね。かつて一族の人間のみが使える砲器を発明したんだけど、実はあの秘境でそれと似たものを見たのよ。残念ながら近づいた途端に跡形もなく消えてしまったけれど、おそらくね。けどそれを判断するのは難しいわ。私も断言はできない。でもあれが何かを知っているのはこの中では私だけよ。つまりこの空間は本当に私たちの心を読んでいるってことね。あの門もそうだった。まるで生きているかのように私たちを試している感じがした。人の心を読み、それを現実に作り出す。全ては私たちの警戒心を緩め疲弊させるために。ただ仮にそうだとしても、その最終的な目的は何なのかしら。死ぬまで私たちをここに閉じ込めるため、うん、最悪の事態に備えつつ諦めずに行動しよう。双眼虚炎に秘密が隠されているのは知っていたけれど、このようなことは七星でさえ聞いたことないと思うわ。そういえばイエラン、最初に外で会った時仕事があると言っていたが、あれは何の仕事だったんだ？私はカーン・ルイヤの魔獣が侵入した時の真実を探しているの。ここからの話は全て他言無用よ。決して他の人に話さないこと。さもなければ。ああ、重々承知している。500年前のことよ。カーン・ルイヤから来た漆黒の獣たちに、テイワット大陸の七国が襲われたの。当然、リーユエもその被害を免れなかったわ。元王帝君の命により戦艦軍は陣を敷き、死闘を繰り広げると、
先生を双眼巨炎近郊で食い止めた。けど魔獣はあまりに凶暴だった。その戦いはかつてないほど熾烈なものとなったそうよ。ただ何者かが機を見計らって魔獣を引き離したの。それにより膠着していた戦況はこちらが有利となった。最終的にこの戦いに勝利したのはリーユエ人だったわ。けど帰らぬ人となってしまった者も大勢いた。私の先祖にその戦いに参加した人が二人いるの。でも生きて帰ってこれた方は正気を失いおかしくなってしまった。今の七星もこれについてはほとんど知らないはずよ。当時双眼巨炎から生きて帰れた人はごくわずか。真実を知りたければ機会を待つしかない状況だった。双眼巨炎の周囲の封鎖が解かれたあの日、私は当時の真相を探るためこの地への移動を申請したわ。だけど私たちが今いるこの場所、これから直面するかもしれない危険は私の想像を全て上回るほど恐ろしいものだった。うん。でも諦めてはいけないわ。今の私たちにとって生きて帰ることこそが最優先にすべきことだもの。あまり旗色が良くないようだな。まだ天気は訪れないということか。大丈夫だ。具体的に何が起きたのかは私に教えなくていい。たまに親分を羨ましく思うよ。なあ牛尾、このちびすけ眠ってんだよな。どんな夢見てんだろうな。普段は一世のいいチビだが、こんな風に元気がなくなることもあんだな。かわいそうに。それにあのあんちゃんもだいぶ弱ってるみてえだ。二人とも心配だな。俺様が牢屋にいる時もこんな感じで寝てるって。冗談はよせって。俺様の寝姿は世界で一番かっこいいに決まってんだろ。お、旅人か。たが、いつからいたんだよ。どうしたの？急に黙り込むなんて普段の君らしくないわね。し、話は後だ。今これまでの手がかりをまとめているところだ。突破口は私が見落としてしまった細部に隠れているかもしれない。だから一から見直さないと。じゃあ。ああ、心配はいらない。お前が言った内容は紙に記録しないから。そうじゃなくて、つまりそのことについて考えるなら私も混ぜてちょうだい。あれここは。おお、だいぶ良くなったぞ。多分こんなおかしなところ見たことなかったからちょっとびっくりしちゃったんだ。
テイワと一のガイドのくせに恥ずかしいところ見せちゃったな。うん。あ、そういえば眠ってる間、夢の中でずっと牛の鳴き声が聞こえてたんだけど。あ、そう、この声だ。牛よ、お前がオイラのこと見ててくれたのか。旅人、コウマ大聖が目覚めたようだ。支障ない、心配は無用だ。夜叉がまとう骨性は人に害をなすものだ。あまり近づくな。私には仙人の血が流れている。見くびられては困るな。どうだかな。オイラが寝ている間に何があったんだ。ショウがここにいるなんて。お前らにどうにかして来いと言われたから来たまでだ。コウマ大聖、何があったのか話してくれないか。かしこまる必要はない、ショーでいい。ああ、わかった。ただのつまらぬ戦いだ。この地を訪れたのはある人物を探すためだった。だがそいつは我が思っていたのとは全く違った。普段は敵家衆の養老を守るため防御旅館にいるとピンバーヤから聞いた。それが人探しをするとは。まさか相手は仙人か。不赦という名の夜叉を探している。不赦、あなたと並ぶ五宝夜叉の一人の不赦か。だがあなた以外の四人の夜叉はもうこの世にいないはずだが。一説では確かにそうだ。だが不赦の遺体だけは見つかっていない。夜叉とは魔人の残骸を払うものだ。長年残骸を払い続けるがゆえにその身は骨性に染まり、いつか必ず狂気に陥ってしまう。我が最後に不赦と会ったのも奴が狂気に飲み込まれたその日だった。奴は去った。行方を知る者は誰もおらず、我も消息をつかめていない。不赦は我ら五人の中で長兄のような存在だった。不赦はこう言っていた。夜叉の戦いは苦難に満ちたもの。生死に関わらず互いに助け合い、それぞれの居場所を把握しておくべきだと。もしかして狂気に飲み込まれたせいでその約束を忘れたのか。ありえなくはない。だがたとえ奴が忘れても我は忘れない。我は生き残った者として全員の行方を明らかにする義務がある。じゃあどうして双眼に来たんだ。まさかここに不赦の行方に関する情報があるのか。500年前、カーンルイヤの魔獣が双眼巨炎へ侵攻してきたのは知っているか。その戦いは長きにわたり続いた。だが噂によるとその中に勇猛で腕の立つ夜叉がいたそうだ。しかしその夜叉の名を知る者はいない。夜叉は五人だけではないからな。必ずしも不赦であるとは限らない。そういうことか。でも翔はその夜叉が不赦だと思ったからここまで調査に来たんだろう。断言はできない。だがそれ以外に手がかりはない状況だ。不赦は誇り高き夜叉だ。
奴は戦う時に必ず名乗る。名を言わぬ夜叉は不赦のはずがないと思った。待ってくれ。もしかしてあなたが戦っていた相手は不赦で、あなたは彼にやられたのか。そうだ。そんな、カンルイアの魔獣信仰、双眼での死闘、それにイエランの先祖、これら全てが裏でつながっているような気がする。この世には偶然など無数にあるが、これほど重なることはあまりない。まさか遺言にあった法宝、大義版とも関係があるのだろうか。遺言？ああそうだ、私はとある遺言のためここに来た。あなたはこのようなことにあまり触れないようにしてきたのだろう。人も仙人も願いや神事を遺言として残し、他人に思いを託すんだ。それを残すのはいつでもいいのか？おいおい、なんだよその今すぐにでも遺言を残しそうな表情は。お前たちが我の幻影を見たと言ったのは偶然ではない。この空間は仲間を求めるお前たちの心につけ込み、自ら罠にはまるように仕向けた。だが単純な欺瞞ではすぐに露見してしまう。わずかな偽りの混ざった真実というのが最も恐ろしいんだ。ここがお前たちに聞かせた声も確かに我が口にした言葉だった。実際に声を聞かせ、焦燥感を駆り立てる。一方的に送った情報はおびき寄せるための餌となる。もし空間の裂け目を利用して我らが接触していなければ、すでにこの中の誰かが欠けていたかもしれない。この空間は獰猛な殺戮より魂を消耗させることに重きを置いているようだ。そんな、相手は悟い、ここに長居すべきではない。たとえ用が済んでいなくとも、お前たちをここから外に送り出す方法を考えなければ。バレが来たのは警告のためだ。ここは極めて危険な地、長居すれば空間に蝕まれる。でもどうしてショウはそんなこと知ってるんだ？おそらく亡霊のように地下をさまよう影となるだろう。どうやらあなたもそれを見たようですね。イエラン、戻ったのか？ええ、みんなの話を聞かせてもらったわ。私も地下で異常現象を見たことがあるの。ここにあるはずのないもの、一瞬で消えてしまう奇妙な人影、いずれも現実のこととは思えなかったわ。幻影か。最初我もそのように思った。だがことはそう単純ではない。いずれその幻影たちが実体を持ち、お前たちを襲う可能性もある。先ほどの話から察するに、あなたは脱出する方法を知っているのですか？確証はない、ただの憶測だ。炎飛の言うようにこの空間は錯綜している。だがしかもあるようだ。我は双方の空間のつなぎ目に衝撃を与え、裂け目を作ることでお前らの元にたどり着いた。故に我の全力を注げば、この混沌とした空間を切り裂き、道を作ることができるだろう。なるほど、強力な衝撃によって空間に影響を及ぼすのですね。その可能性は私も考えていました。全力を注ぐとはどういう意味だ？要は我の全てを出し切るということだ。待てよ、オイラたちを送り出すっていうことは、ショウはここに残るつもりなのか？まさか。我はこの地下で不赦と会った。故にこの地の恐ろしさをよく理解している。裂け目を作るにしても、瞬間的な衝撃で作れるのは小さな傷が関の山だ。
外に出るには通路を維持するため力を注ぎ続けねばならない。命を懸けることには慣れている。これは我にしかできぬことだ。そんなのダメだ。たとえ言っていることが事実でも私は納得できない。オイラもだぞ。一人を犠牲にしないと出られないなんて、そんなのいい方法じゃない。実行に移せる策があって初めてその良し悪しを論ずることができる。だが今はそうではない。他に策がないゆえお前たちはここで立ち往生しているのだろう。しかしあなたのその方法は確実に成功するのか。保証はない。そんなバカな真似すんなよ。確証のないことのために命を懸けるなんて割に合わないぞ。とにかくその策には賛同できない。ならばこれが我の遺言だと言ったら。あなたは。それがあなたのお考えですか。率直に言ってこの計画は成功も安全もどちらも保証できません。おっしゃる通り人にとって夜叉は危険な存在です。ですがそのような独りよがりな計画を突然押し付けられて私たちがどうして納得できると。過酷な戦場では常にそうであった。不利な状況では命を落とさねば解決できないこともある。犠牲を恐れて動かなければ賞賛すらも生み出せない。私も死の淵に立つような戦いを経験したことがあります。そのような極端な方法は本当に手を尽くした時まで口にしないでおくものです。理解してもらおうという気持ちはわかります。ですが無駄な犠牲になる恐れがあるのならそんなことを言っても士気が下がるだけです。本当に全てを捨てる覚悟があるのでしたら他人に意見など求めはしないはずです。あなたはご自身が思っているほど冷酷な方ではありません。それに逃げるために誰かを失っては元も子もありません。イエラン、そんなことを言うな。とにかく今はまだ命を懸けるような時ではないかと。もしかしたらまだ調べ尽くせていないだけで隠れた道があるかもしれません。もしそれが見つからなかったら、見つからぬままに自己犠牲の道すら選べないほど衰弱してしまったらどうするつもりだ。この段階であなたを犠牲にすることと未知の出口を見つけることの成功率に差はないはずです。この二つの策に優劣がない以上すぐに行動に移すこともできません。全力の一撃でこの空間を壊せるだと？いいこと聞いたぜ。誰が残るか残らねえかなんてそんな話俺様は聞きたかねえ。結局はこうすりゃいいんだろ。さあどこのどいつが俺様たちを閉じ込めてやがる。待ちなさい。こいつを食らえ。一撃じゃ足りねえみたいだな。だが他にも道があんじゃねえか。英雄でも何でもこの俺様が引き受け。リッド、言わんこっちゃない。親分はいつもこうだ。忍？イット、どうしたんだよイット。気を失ったのか。おそらく親分は
さっきの一撃で力を使い果たしたんだ。だがもしかするとそのおかげで道を切り開けたかもしれない。あの道を安定させられるか確認してくるわ。私たちが言い争っていたから彼はこのような行動をしたんだろう。親分は昔から仲間割れを嫌がるんだ。荒滝派のみんなが喧嘩をしている時も親分は驚くようなことをしてみせてその場を鎮めてくれた。親分は今日その時と同じことをした。まだ知り合って間もないがきっとみんなのことを仲間だと心から思っているんだろう。親分は他人が犠牲になることを嫌うけど無意識のうちに似たようなことをする。でも一つだけ他の人と違うところがあるんだ。親分は自分なら犠牲にならないと思っている。どんな困難も乗り越えられると自分の力を信じているんだ。どんな自信だよ。それじゃあ翔の言ってたこととあんまり変わらないじゃないか。こいつもバカだな。親分は人の意見を聞かないからな。それにいつも考えるより先に行動してしまう人だ。きっと自分の前に立ちはだかる困難なんて簡単に解決できると思っているんだよ。親分だけじゃない。荒滝派の人たちはみんな多かれ少なかれそういう節がある。だから私みたいな後始末役がいるってわけだ。どうせ止められないのなら行動させた方がいい。それにバカは勘がよく働く。さっきの一撃も案外効果があるかもしれない。なあ、イットは大丈夫なんだよな。すまない。いいえ、謝る必要などありません。あなたもイエランさんも二人とも正しかった。でももしあなたが荒滝派の一員だったら私はイエランさんに味方していたでしょう。親分は決して犠牲になろうと思って行動したわけではありません。きっと自分が切り開いた道を進めば出口が見つかると確信していた。それに最後はみんなで外に出られると信じていたはずです。要するにここにいるみんなのことが大切なんだと思います。私たちは互いに支え合って脱出すべきです。あなたが生き残ることは一部の人にとって、いいえ、大勢の人にとってとても意味のあることなのですから。忍、全員ができる限りのことをして出口を探そう。まだ可能性はある。出口はどこかにあるはずだ。親分のことなら安心して私に任せてくれ。みんな、あの道は外の世界ではなくもっと深いところに続いているようだったわ。そんな、じゃあイットがしたことは無駄に。いえ、調べてみる価値はあるはずよ。私が先に調べてくるわ。なるほど、そういうことか。分かったぞ。何が分かったんだ。覚えているか、私たちが探している方法はまだ見つかっていない。もしこの秘境が人の想像や求めるものを実在するものとして映し出してくれるのなら、その特性を利用することでそれを見つけることができるかもしれない。あ、なるほど。だからイエランにも諦めるなって言われたんだな。方法ってきっとすごいもんなんだろ。まあ必ずしもそうとは言い切れないが、試してみる価値はある。我が何とかする。行かせてやれ。だがもしお前もその秘境へ行くつもりなら私も同行しよう。私は戦闘がそんなに得意じゃないからな。一緒にいた方が安心できる。ああそうだ、そのお前は翔と仲がいいのだろう。さっきのイエランは少し言い過ぎていた。彼女の代わりに謝るよ。しかし先ほどの様子を見るに、あそこまで言わないと翔は聞き入れてくれなかっただろう。
それにイエランはもともとああいうのを気にする人だからな。必ず全力で止めていたはずだ。私の知る限りだが、彼女は以前の仕事で戦友を失っていてね。彼女は救出された生き残りなんだ。そのためか他人が犠牲になることにどうしても抵抗感があるんだろう。救われた命は重圧を感じずに生きていけるのか。救われた側も決して楽ではないというわけだ。私が彼女だったら彼女以上にうまくやれる自信はない。お、そうだ、少し待っててくれ。すぐ戻る。ケツ。よし、これで安全だ。イットが戦えない今、術でお前たちに守りを施した。ありがとう先輩。そっちも気をつけてくれ。ああ、お前もだぞ。よし、旅人、そろそろ行こうか。